はい、こんにちは、ラボです。昨日ね、ちょっと悲しいことがあったばっかりなんですけど、ちょっと切り替えてね、あっちの方は、盗難された方はね、もうちょっとチェックして、どうするかっていうところなんですけど、今はね、もうちょっと切り替えてね、もう考えたって仕方ないんでね、はい、もうそれはなった時の対処でしていきたいと思います。はい、これとうとう届きましたよ、サバンナさんの1万円くじ。いやね、ぶっちゃけね、今回ちょっと欲しいのがあったね。福袋とかはあんま買わないんですけど、ちょっと欲しい品種がおって、ちょっと当てたいなっていうのがあって、ちょっと今回買ったんですけど、今狙ってるのはね、今回3000円くじと1万円くじがあったんですけど、今回1万円くじを、3くじだったかな、買いました。で、今本当に欲しいのがね、ゴブリンっていうね、サバンナさんから出とったやつなんですけど、あのゴブリンってやつがね、実際に見てみたいってのもあるけど、多分ね、好きなタイプなんですよ、あれが。意外とね、ラメも好きですけど、ああいうちょっと神秘的なやつって結構昔から好きで、あのゴブリン見た時ちょっとね、ヤフオクで見たんですけど、ちょっと衝撃でしたね。わー、これ欲しいかもって思ったら結構値段上がってたんで、ちょっとイモっちゃったんですけど。でね、あと、ブラックフリル、ブラックフリルじゃないわ、ミッドナイトフリルが入ってるらしくて、最近ね、やっぱ新潟のイベントの時もちょっとちらほら見ましたが、新潟の時のイベントでオークションで出されてるんですよ。夢中さんの協賛からのオークションで出されてて、14万ぐらいになってたかな。やっぱりね、まだまだ人気なんだなっていうのと、やっぱ夢中さんがまだ、たるみさんからの夢中さんですけど、なんかあんまり球数打ってないっていう噂で、なったら欲しいなって。いやね、やっぱりいろんな品種が出る中で、ラボが結構買うか買わないかの基準にしてるものって、もちろん気に入らないと買わないんですけど、その球数出そうか出なさそうか、その固定率って話じゃなくて、その出品するとか販売する方が一気にドカーッと出す方なのか、それとも、ちょっとずつ小出しにしていくのかっていうので、もちろん固定率が一番関係あると思うんですけど、やっぱずっとドカーッて出されると、ちょっとね、やっぱり価格の急降下がすごいんで、うちはちょっとそれを気にしながら買ってる部分も正直あります。はい。なのでちょっと手が出なかった部分とかもあるんですけど、ミッドナイトフリルにして関しては、なんかあんま出回ってないかな。わかんないですよ。仲いい人たちに配ったりとかっていうのはあるのかもしれないですけど、あんまり販売ってのもヤフオクでは卵とかしか見ないし、で、卵に関してもなんか嘘っぽいじゃないけど、なんか注意喚起が流れるようなレベルだったんで、どうせならね、ちゃんとしたところ買いたいなっていうので、しかも福袋で YouTube のネタになればいいなっていうので、はい、だから今回ちょっと今撮ってます。で、これ今本当に来たばっかりでね、まだ封も開けてないんで、ちょっと開けていこうと思います。で、多分開けたらすぐ分かるんかな、ちょっとごめんなさいね、ちょっと開けます。で、もう本当狙ってるのはゴブリンとミッドナイトフリル、オンリーって言ったらちょっと失礼になるんですけど、ほぼオンリーですね。あの2品種がのどっちかが来ればもう嬉しい。どれくらいの割合に入ってるのかわかんないですけど、ちょっとどこが編成の切れ目なのかわからんかった。どれくらいの割合に入ってるかわかんないですけど、サバンナさんの、なんだったっけ、インスタかな ?YouTube かインスタかなんかに、その、品種が書かれてたんで、でもそれ見た中ではやっぱり、ラボ欲しいのは、ゴブリンとミッドナイトフリル。これちょっとね、今ガチで撮ってるからな、全然違うのが入ってても、嬉しいのは嬉しいんでね。だってどっちにしてもサバンナさんからのメダカなんで。はい。ちょっとこれ、どうなったかな、すぐ見えるのかな、すぐ見えそうですね。すぐ見えそう。すぐ見えそう。どうしようか。ちょっと、隠しながら見たいよね、どうせなら。じゃあちょっと、これ、見ずにちょっと手を、入れて取ります。じゃあ1個目いきますよ。ゴブリンとミッドナイトフリル狙いです。いきます。見てないですよ今。
せーの、ほい。月下か。月下です。はい。まあ、月下もね、まあ好きな品種だし、今ちょうどね、マジな話、月下増やしてて、増やしてるっていうのも、そもそも、月下が、なんかめちゃくちゃ人気なんですよね、今。上州さんからも入れさせてもらって、まあ、増やしたりとかしながら販売もしてるんですけど、月下がね、無人販売もだし、普通の販売もだし、イベントとかのね、なんかね、多分今圧倒的に1位。この前もアルパークであったイベントの時も、まあ、一番最初にね、完売って形になりましたね。だから月下はまあ本当にありがたいです。ちょっと血統もね、変えてからやらないといけないんで、ちょっとこれは後でね、また、何物取りじゃないけど、っていうのしてきますんで、とりあえず今何が当たったかっていうところを見てもらえたらと思います。もうあと、2個しかない。2個しかないよ。2個しかないよ。どうしようかな。でも多分他にもね、見落としてるだけで、まあいいのはあると思うんですよ。3000円と1万円で作ってるんで、まあ、1万円の方がやっぱいいのは入ってると思うんですけど、それが品種としていいから1万円なのか、グレードとしていいから1万円なのかって、ちょっとね、詳細見てなかったね。まあただね、本当に狙ってるのはゴブリンと、ミッドナイトフリルのみ。まあでも他のが当たってもね、嬉しいんですけどね。でもやっぱその2つが圧倒的に嬉しい。てか当たらないと嫌。じゃあちょっと次いきます。ちょっと見えないようにしないといけないね。いきますよ、2つ目。緊張する。引きがいい YouTuber でありたい、引きがいい男でありたい、引きがいいのがラボで終わりたい。いきます、せーの、おいおい。あ、菊銀鉱玉、はい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 。菊銀鉱玉はありですね。しかもリアルじゃん。あ、これ。こんなも入れてくれてますね。優しい。シールも。あ、シール変わった？なんか違うよね。これ1番って何？大当たりってこと？え？待って待って待って。しかも リアル、え？どういうこと？これ大当たりなんかな？ 1 番。どう思う？こっち。見えてんのかな、ちょっと見えてるのかわかんないけど、これ月下は書いてないですよ、数字が。銀鱗攻撃リアルは1って書いてあるんですよ。え、ちょっと待てよ。ちょっと後でね、まあ、物撮りするときに、ちょっとサバンナさんの YouTube 見てみます。なんか多分、何が当たりだったとか、狙い目だったとか言ってると思うんで。多分ね、まあ、銀鱗攻撃もほんまに、てかね、こういう系は好き、今、ハマってる。この前、イベントで出した、シコウギクちゃんも、本当にね、ずーっとずーっと人気というか、自分の中で流行ってて、まあ、結構増えたんで、まあ、出してもいいかなと思って、で、子供も今大きくなってきて、結構いい柄出てるんでね、本当にいいなって、なんか対外光景の柄というか、3色とかっていうのは、なんかね、まあ、多いけど、多いから何がどう違うかあんま分かんないけど、なんかすごくね、神秘的でいいなっていう、かっこよさがある。この1番マジで当たりなんじゃないかな。1位って意味じゃないかもしれんけど、一等賞って意味じゃないかもしれんけど、当たりの部類なんじゃないかな、これ。わざわざ数字が振ってあるんで。これどうなんかね。1個こういう当たり系が来たらさ、もうないんかね。この中に当たりはないんかね。それとも完全ランダムなんかね。うちはね、ほんま完全ランダムでやってて、そう、この前の福袋の話をすると、まず、ラボが選別して、まあ分けるじゃないですか。で、分けたのを、DM 順に、こう、入れていくわけですよ。発泡白いの中に。2口とか3口とかだけ書いてから、で、スタッフに渡したりとかして、で、そこでまた、送り状とかを、またこう、ランダムでこう、やるわけですよ。なんで、この中に入れたのはラボだけど、ラボ自体も発泡白を締めて分かんなくなって、それをさらにスタッフの人がこう、貼ってくれたりとかして、で、それを送るっていうので、もう本当に完全ランダムだったんですよ。マジで。だからもう20にも30にもなってるね、ランダム加減だったんで、本当に誰がレッドクリフが当たるのかとかは全然分かんなかったです。はい。だからどうなんかな、ちょっと、
マジで銀鱗攻撃は全然見てなかったけど嬉しいかもこれは。うん、ラスト。まあ最初に来るのもね、まあ、よくはないよね。動画的にね、ここで弾けるのがね。だって昨日そんな、昨日あんなひどいことがあったんよ。いいことあってもいいじゃんね。うん。だったらここで欲しい。ミッドナイトフリルか、ゴブリン。ラスト1か、5口変えやよかったなぁ。いきますよ。最後の一つ。見てませんよ。見てませんよ。はい、いきますよ。ラスト。ラボは男になれるのか、スター性があるのか。スター性があるなら絶対ここで弾けるはず。ゴブリンかミッドナイトフリル。せーの、おい。おい、組む？待って待って。マジか。いや、これ、当たりだな。マジか。え、組む？マジ？ちょっと待って。これ嬉しいかも。ゴブリンミッドナイトも嬉しいけど、組むは、こうマジで嬉しいかも。いや、そのね、ごめんなさい、本当にね、クムとかっていう品種を本当恥ずかしながら知らなかったんですよ、ちょっと前まで。で、福山のイベントでね、クムの、クムかけるカタカナのクムね、ちょっとごめんなさい、これ漢字のクムなんですけど、カタカナのクムとブルーアイがかけられたっていうやつを購入させてもらったんですよ。てか、ラボは本当にね、イベントでメダカを買うことってほとんどないんですよ。本当に今まで買ったことあるんかなぐらいなんですけど、本当に買わなくて、まあ、これ言うとね、叩かれちゃうんですけど、うちね、極上、本家極上ばっかりなんで、本家直の極上ばっかりなんで、正直ね、もう綺麗だけだったら、それそうなんですけどね、綺麗だけだったら、絶対うちにおる子の方が綺麗だわ。だって本家の極上の子がいるんだから、それ綺麗に決まってるし、表現もバチッとなってるに決まってるんですけど、やっぱね、そういうのね、ちょっと目が超えすぎちゃってるっていうのもあるんですけど、なかなかね響かなくて。ただね、その福山のイベントの時にいたブルーアイの子、クムのブルーアイの子なんだけど、本当にね、もうクムってね、もう知らない人がいたらあれなんですけど、マジでびっくりするぐらい真っ黒、本当に。で、なんかもうね、これも悪口じゃないんですよ。褒め言葉としても、でも言葉は良くないけど、頭がおかしいぐらいこだわってる、黒さ。うん、本当に。ちょっとね、この、作詞者の方と仲いい方とちょっと DM させてもらったことがあって、そのクムについて。そしたらね、やっぱりね、もうおかしいぐらいこだわってる。うん、自分の納得できないメダカはこの世に出したくないみたいな。で、最近ね、ヤフオクでもめっちゃ出てるんですよ。クムブルーとかっていう、クムのブルーアイの子が。もうね、すごい。うん。うちの子もね、やっぱね、すっげー綺麗よ。もう、ラボが心惹かれたんですよ。もうバチ綺麗じゃんって。てかもう黒が、なんかもう、配置反応とかで、結局、なんか、色が飛ぶか飛ばんかとかっていう話があるじゃないですか。オロチとかにしても。もうね、そういうレベルじゃない。そういうレベルじゃなくて、透ける気がみじんもしないメダカって感じかな。本当に。うわ、真っ黒やん。なんかもう、ああ、黒いね、じゃなくてもう真っ黒で、分厚いんすよ。分厚い黒なんですよ。だから、これ透けるわけないよね。で、展示されとったのも白い容器に入ってて、で、目のね、青さも、やっぱいろんなゾンビとか、黒点とかね。まあ、うちにいる子ですよ。とか見た中でも圧倒的にもうブルーアイがすごい。うん。それは、なんか黒いから目立ってるのかどうかちょっとよくわかんないですけど、もうすごい。マジでハマってるんですよ、最近。で、本当に、このクムって子を、マジで最近、ヤフオクで探してたんですよ。そしたらあんまいなくて、って。で、たまたま見かけたのとかも、なんか、やっぱ心惹かれるのはやっぱあの子たちだけだったなっていう感じで。まあ今生きてて子供めちゃくちゃ産んでるんですけど、だからね、今本当にね、この黒の深さに、ちょっと沼っぽいところにね、ラボ落ちかけてるんですよ。それぐらいね、このクムっていうのはね、マジでいい子。
これ当たりなんちゃうん。だって月下もさ、最近サバンナさん、あの上州さんからってことでめっちゃ綺麗なの出しとったでしょ。で、銀鱗紅玉に関してもこれもかなり綺麗なはずなんですよ、で、組むでしょ。いや、これね、ちょっと待ってよ。ちょっと携帯充電でしようだけできたんですけど、ちょっと撮影用の携帯なんですけど、ちょっと持ってきました。ちなみにね、この携帯なんていうかわかんないですけど、シャオミみたいなやつなんですけど、めちゃくちゃ綺麗に撮れます。この携帯そんな高くないと思うんです。3万とかなんですけど、この前この新しいやつが出たらしくて、2億画素だって。ちょっと怖いよね。これ結構後ろにもね、カメラが4つついてたりとかするんですけど、これマジでめちゃくちゃ綺麗。Android でもうめちゃくちゃ優秀、めっちゃ綺麗に撮れる。で、その2億画素のやつがめっちゃ欲しい。まあちょっとそれはさておき、ちょっと待ってくださいね。サバンナさんのちょっとラインナップ見ますわ、ここで。これマジで当たりなんじゃん。それともちょっとサバンナさんのメダカくじがやばすぎるのかな。いやマジでね、いや、まあもちろんあれが良かったよ。もちろんあのゴブリンとミッドナイトフリルが一番良かったけどこれは個人的には当たりだな、マジで。あ、これじゃ、これ多分これじゃ。どう、あ、マジ3000円くじしか書いてない、ラインナップが。3000円くじだけだったっけ、書いてあったの。いやでもね、ここに見えるかな、これミッドナイトフリルだと思うんだけど、入りますって書いてあって、でも3000円くじにゴブリンって書いてあるね。やりすぎなんじゃない。まあまあ、もちろんその入ってる率にもよるでしょうけど。あ、来た、1万円のくじのラインナップ読み上げるね。ミッドナイトフリル、レッドクリフアルビノ、ゴブリン、秘密兵器、ブルームーンリアルロングフィン、ワスミリアルロングフィン、思考菊美人、菊銀美人、LU04、グリッター、クラウドグレーダイヤ、リアルロングフィン、五色タイプ R、五色式タイプ R、ゴッドリアルロングフィン、レッドクリフ紅白、レッドクリフダークタイプ、ブラックダイヤキッシング、プロトタイプ、ブラックダイヤキッシング、紅白大外光、リアルロングフィン、あ、来た、銀鱗紅玉、リアルロングフィン、コブラフレーミングラメ、ハヤブサリアルロングフィン、ライコ月下、あ、やっぱ月昇か、あのひね長の方かな、王昇か、三影京、青ラメサファイア、シシ流し砂しぐれ、プラチナモルフォアシュ、アルテミス京アシュ、小菊キッシングワイドフィン、五色式タイプ R、 松井ひね長、五色式タイプ R、 ブルーアイ、五色式タイプ R のワイドフィンですね。どうなんかな。待って、クム書いてなくない？当たり？これクムって言ってないよね。当たりなんじゃないこれ。勝手に当たりにしとこ。言ってないもん。いやだって絶対クムいいよ絶対。マジか、ちょっとクムはほんまに嬉しい。もうこれワンチャン上州さんからの近い子なんじゃないかな。で、銀鱗紅玉とかも菊間メダカさんは本当にね綺麗ほんまに綺麗だと思う。まあだからね、それ思考菊も菊間さんでしょ。で、まあ外交系のね、やっぱ3色は動産メダカさんもめちゃくちゃ綺麗で、まあ今までね、そこに手出しなかったのもあるけど、で、まあ、動産メダカさんから、まあ、いろいろカツオだったりとか、ああいうのを送ってもらった時にすげえなと思って、コテツとかね。で、それからちょっと気になりだして、まあ今回趣向菊を、まあ、増やしたりとかしよる中で、まあ、すげえ綺麗だなと思って、今回ね、まあ
親がね、親候補ぐらいのレベルで出したんですけど、あいつらがいなくなってちょっと寂しいなと思ってたら、リアルロングフィンになってね、リンリン攻撃が返ってきました。いや、これちょっとね、まあ、ちょっと質を見ないとね、まあ、失礼な話だけど、サバンナさんだから間違いないけど、ちょっと自分好みかどうかっていうのは絶対あるんでね、ちょっと今から見ていきたいと思います。ちょっと現地リンリン攻撃ちゃんですね。リンリン攻撃ちゃんのリアルロングフィンですね。この赤の子と繁殖させるのにいい色にしてくれてるんだと思います。赤と白でね、分けて。で、これですね、 JK メダカが作ったっていうか、まあ監修したやつですね。ちょっとこれ光が明るすぎるんであれですけど、まあ、やっぱりね、この発色がよく見えるんですよね。この前面のね、アクリルをできる限り薄くしてるんで、こう綺麗に映るんですよね。明るさそうだ、さそう、ね、仲良くしてよ、いっぱい産んでよ。いや、でも嬉しいですね。最近ね、リアルロングフィンとかも、まあ、うちたまにツイッターで上げてますけど、キッシングリアルってのを今結構目指して作ってて、こういう子たちも最近よく見てるんで面白いなと思いますね。この手が可愛いんですよね、この手。このヒラヒラヒラって一生懸命動いてる手が可愛い。いや、いいですね。一番の番号は何だったのかちょっとあんま分かんなかったですけど、あの順番的にもね。でも嬉しいですね、本当。はい、ありがとうございます。で、次行きます。ゲッカちゃんですね。ゲッカちゃんなんで、ちょっと上見系の動画にしていこうかなと思います。やっぱりゲッカちゃんの最大の特徴は、まあ、もちろん3色なんですよ。3色ラメなんですけど、やっぱね、この配列、この肩からね、スーッと綺麗に配列、ラメの配列が綺麗でしょ、みんな。これがね、普通の3色ラメとの大きな違いですね。トウモロコシっていう子がかかってたのかな、あれは大葉だったかな、まあ、とりあえず粒がの配列が綺麗な子を掛け合わせてできたのがこの子ですね。だからね、ほんとただの3色ラメじゃないんですよ。やっぱこの粒の配列の大きさと、まあ、配列の綺麗さと粒の大きさが一番のゲッカの特徴だと思いますね。ちなみに大葉はこれの兄弟みたいな感じで、紅白ラメのこの配列が綺麗な感じですね。まあ、始められた方も多いと思うんで、ちょっと参考にしてもらえたらと思います。じゃあ次は最後の一番お気に入りだと思われるクムちゃん、行ってみよう。はい、これね、さっきのクムちゃんですね。もうこれ透明容器に入れてるんですけど、で、下も白、後ろも白なんですけど、透ける気配ゼロなんですよね。なんかやっぱりね、すっげえ黒で、すごい、ほんますごいね、一言ですね。これ卵だったらな、ラッキーみんなも買った時卵ついとったらラッキーって思うよね。これ見て、これすごい、目がどこにあるのかしら、わかんないでしょ、これ。いや、もうラボ大満足ですね、これ。かっこええ、マジでかっこいい。ちょっとね、ここ連れてこようかな、ラボブルー。ちょっと待っとってね、連れてくるわ。ちょっとね、あまりに興奮して連れてきちゃいました。こっち、うちにいるブラックちゃんじゃない、ラボブルーアイっていう名前にしておきますね。見にくいかな。ちょっとカメラ変えたんですけど、あ、こっちの方がやっぱ青く映るね。この2匹めっちゃ目が青いんですよ。で、奥の子がもう目が見えん人もう目が見えんくらい真っ黒、マジで。すごい、これマジでいいね。ほんまにヤフオクで探しとったんですよ。
で、ツイッターとか見てもあんま上がってないし、いやーこれすげー嬉しいかも、マジで。はい、ちょっとね、嬉しすぎるんであれですけど嬉しい、これはマジで嬉しいぞ、うん、ありがとうございます。サバナさん本当ありがとうございます。いいなマジで、はいちょっといっぱい増やしたいと思います。